進撃の巨人ブレイブオーダー。アタックオンタイタン、進撃の巨人ブレイブオーダー、ストーリーモード攻略編第17話、エルミハクへの道。待てコニー、落ち着け。どこに巨人がいるかわからんぞ。一旦下がれコニー。嘘だろ、誰かいないか。俺だ、コニーだ、帰ってきたぞ。俺んち父ちゃん母ちゃんソニー、マーティン、頼む、みんな。俺の家だ。コニー、お前らを下がってろ。周囲を警戒しろ。待て、こいつ動けないのか。あの手足では。じゃあこいつどうやってここまで来たんだ。コニー、生存者はいたか。いない、いねえよ。もうおしまいだ俺。ああ、だって巨人に食われて一切痕跡が残らないなんてありえないよ。ありえない点は他にもある。村人の避難が本当に完了していたというのなら、巨人が誰もいないはずの空き家をこうも徹底的に壊したりするもんか。それに何より不可解なのはあの馬小屋だ。馬なしで逃げても生存の可能性は相当薄いだろうに。松明はもう揃ったな。行くぞ。これより壁の破壊箇所を特定しに行く。はい。今、おい、コニー、急げ。ゲルガーたちに遅れちまうぞ。ライナー、聞いたか。今、あいつが。俺には何も聞こえてない。とにかく喋ってないで、任務に集中しろ。なんか、あいつさ、ありえないんだけど。なんか、母ちゃんに。コニー！お前は今がどんな状況か分かってんのか？俺たちの働きが何十万人もの命に直接影響してんだぞ！考えるなら今避難してるお前の家族のことだろう！兵士なら今最善を尽くせ！
ああ、そうだな。その通りだ。もうこの辺は壁に近いので人が住んでいる地域ではありません。そう、思ったより早く済んだね。よし、このまま南下しよう。なぜですか？これより南に人はいないはずでは。破壊された壁の位置を特定しなければならない。西側から壁沿いに走って探そう。私とクリスタは戦闘装備がないんですよ。これより南には巨人がうじゃうじゃいるはず。私たちは奴らのおやつになる可能性が高い。一旦前線から引かせてください。ユミル。ダメだ。連絡要員は一人でも確保しておきたい。気持ちはわかるが、兵士を選んだ以上は覚悟してくれ。ユミル、私はここで最善を尽くしたい。だって私は自分で調査兵団を選んだんだから。でもあなたはそうじゃないでしょ。あの時調査兵団を選んだのは私。お前のためにとでも言いたいのか。じゃあなんで今ここにいるの。あなたは私に憲兵団を目指すよう促すばかりか、その権利さえ渡そうとした。私の実力が今期の10番以内に見合うはずがない。誰に聞いたって10番以内はあなただと答えるはず。どうやったのかわからないけど、なんで私にそこまでするの。私の生まれた家と関係ある。ああ、ある。クリスタ、安心してくれよ。私がここにいるのは全て自分のためなんだ。そっか、よかった。目標、射程内に入りました。前方、砲撃準備よし。まだだ、引きつけろ。撃てますよ、リコ班長。この調子ならこの防衛線も維持できます。いや、巨人の恐ろしさは数の力だ。集団で来られたらここも突破されてしまうだろう。ただ何だろう、何か。おかしい。ハンネス隊長、どうかされましたか。未だに一匹も巨人と遭遇しない。壁の穴にはかなり近づいたはずだ。なのにまだ随分と静かじゃねえか。願わくばこのまま穏やかなままとはいかねえもんだろうか。
いつ現れる、いつどの瞬間あいつらが暗闇から飛び出してきたっておかしくねえ。いや、このまま穴に近づいていけばその瞬間は必ず訪れる。ちくしょう、おかしくなりそうだ。お前らも壁に沿ってきたのか。あ、それで穴はどこに。は？ここから西に異常は見つからなかった。そっちが見つけたんじゃないの。いや、こちらも穴など見てない。見落とした可能性は？巨人が通れるほどの破壊跡だぞ。もう一度確認してみるか。そうすべきだが、さすがに馬も我々も疲労が限界に来てる。せめて月明かりでも。お、は、あれは。城跡か。多少荒れてるが、一晩休む分には問題なさそうだな。ああ、今夜は月があるね。アンジュ、おいクソメガネ、お前はただの石ころで遊ぶ暗い趣味なんてあったか。ああ、そうだよ。これはただの石じゃない。女型の巨人が残した硬い皮膚の破片だ。消えてない。そう、兄が巨人化を解いて体から切り離されてもこの通り蒸発しない、消えないんだ。もしかしたらと思ってね。壁の破片と見比べたら、その模様の配列や構造までよく似ていたんだ。つまりあの壁は大型巨人が支柱になっていて、その表層は硬化した皮膚で形成されていると考えていい。本当にアルミも言ってた通り。待った、言わせてくれアルミ。このままじゃ破壊されたウォールローゼを塞ぐのは困難だろう。穴を塞ぐのに適した岩でもない限りはね。巨人化したエレンが硬化する巨人の能力で壁の穴を塞げるのだとしたら、俺で穴を塞ぐ。元の材質は同じはずなんだ。巨人化を解いた後も蒸発せずに石化した巨像を残せるのなら、あるいはかける価値は大いにあると思います。それにそのやり方が可能ならウォールマリアの奪還も明るいですよね。従来のやり方だと大量の資材を運ぶ必要があったから、壁外に補給地点を設けながら進むしかなかった。でも荷馬車を護送する必要がないとなると、志願しなくまで最速で向かいます。
それを夜間に決行するのはどうでしょうか。夜に？はい、巨人が動かない夜にです。なるほど。少数だけなら一気にウォールマリアまで行けるかもしれないのか。状況は絶望のどん底なのに、それでも希望はあるもんなんだね。ええ、ただし全てはエレンが穴を塞げるかどうかにかかっているんですが。こんなことを聞かれても困ると思うんだけど、それってできそう？できそうかどうかじゃねえだろ。やれ、やるしかねえだろ。こんな状況だ、兵団もそれに死力を尽くす以外にやることはねえはずだ。必ず成功させろ。はい、俺が必ず穴を塞ぎます。必ず。地下室、俺んちの地下室だ。親父の言葉が本当ならそこに全ての答えがあるはずだ。エルミアクだ。おい、何のつもりだ。住処を失った人の表情がよく拝めるな。あれがお前らが切り捨てようとしてる顔だ。お前らの望みが叶って壁の中を巨人で満たすことに成功すれば、みんな巨人のくせえ口の中で人生最悪の気分を味わい、その生涯を終える。人類全員仲良くな。エルミハクを出たらもう巨人の領域になるよ。エレン、馬には乗れそうか？ええ、体の力が戻ってきました。西側のリフトに用意してある。急ぐぞ。はい。分隊長、急ぎましょう。モブリット、ちょっと待って。何か気持ちの変化はありましたか？時間がない、わかるだろう。話すか黙るかはっきりしろよ、お願いですから。私は話せない。他の教徒もそれは同じで、変わることはないだろう。それはどうも。わざわざ教えてくれて助かったよ。それは自分で決めるにはあまりにも大きなことだからだ。我々は話せない。だがその大いなる意志により、監視するよう命じられた人物の名なら教えることができる。監視？その人物は今年調査兵団に入団したと聞いた。その子の名は。失礼します。104期調査兵、サシャ・ブランスです。あいつ、誰？
長殿、これを。私ができる情報はここまでだ。あとはお前たちに委ねる。その子、104機だから今は最前線にいるんじゃ。行きましょう。とにかく急がないと。サーシャ、こんなところで何やってるの。先ほど兵団支部に事後報告に行ったところ、上官殿から分隊長宛ての書類をお預かりしました。書類？わかった、ご苦労さん。その104機の子は誰なの？あの一番小さい子ですよ。金髪の長い髪で、あとは可愛い。ユミルといつも一緒にいる子です。え？ユミル？最近まで誰かがいたみたいだな。壁の近くだっていうのにね。ならず者が根城にしてたんだろ。看板にはウトガルド城跡って書いてあった。こんなところに古城があるなんて知らなかったよ。おい見ろよ、こんなもんまであったぞ。ゲルガー、それは酒かい？なんて書いてんだ。まさか今飲むつもり？バカ言え、こんな時に。しかし盗品のおかげで体を休めることができるとはな。これじゃどっちが盗賊かわかんないけどね。お前たち新兵はしっかり休んでおけよ。この時間ではもう動ける巨人はいないと思うが、我々が交代で見張りをする。出発は日の出の4時間前だ。あの、もし本当に壁が壊されていないとするなら、巨人はどこから侵入してきているのでしょうか。それを突き止めるのは明日の仕事だ。もしかしたら当初想定したほどのことにはなってないんじゃないでしょうか。なんというか、その、ああ、確かに巨人が少ないようだ。壁が本当に壊されたにしちゃうな。村の人々に被害はなかったんだ。もし食われてたら、その血とか跡が残るもんだろ。それがないってことは、つまりそういうことだろ。ただずっと気になってるのが、俺の家にいた巨人だ。自力じゃ動けねえ体で、なぜか俺の家で寝てやがった。そんでよ、そいつがなんだか母ちゃんに似てたんだ。ありゃ一体。コニー、まだ言ってんのか。お前はバッカじゃねえの。巨人だったのかよ。じゃあなんでお前はチビなんだよ。おい、えー、コニー、お前がバカだって知ってたけど、こりゃ逆に天才なんじゃねえか。なあ、なあ。
ああもううるせえな、わからしくなってきた。つまりその説が正しけりゃお前の父ちゃんも巨人なんじゃねえのか。じゃねえとほらできねえだろ。うるせえクソ女、もう寝ろ。ユミル、何してんだ。なんだよライナー、呼ばいか。驚いたな、女の方に興味があるようには見えなかったんだが。ああ、お前も男の方に興味があるようには見えんな。はっ、私はこうやって腹の足しになりそうなもんを漁ってんのさ。多分これが最後の晩餐になるぜ。コニーの村の件だが、お前わざとはぐらかしたよな。できればその調子で続けてほしい。あいつが家族のことで余計な心配をしねえように。何の話だ。こりゃいけそうだ。ニシンは好みじゃないわ。他にもあるか、見せてくれ。ほらよ、これは缶詰か。なんだこの文字は。俺には読めない。ニシンって書いてあるのか。お前よくこの文字が読めたな、ユミル。お前全員起きろ、来る、すぐにだ。月明かりが出てきて気づいたら。なんでだよ、なんでまだ動いてんだ。日没からかなり時間が経ってるのに。どうなっているの。おい、あれを見ろ。でけえ、なんだあいつは。巨人っていうか、なんかあれは獣じゃねえか。なあ、あいつ壁の方に。待て待て待て、待ってくれ。何入ってきてんだよ。ざけんじゃねえ、ざけんじゃねえぞ。酒も飲めねえじゃねえか俺は。てめえらのためよ。シュウペイ、下がっているんだよ。ここからは立体起動装置の出番だ。いいか、無茶すんじゃねえぞ。行くぞ。捕まるかよこの後ろめ。見ろよ。この状況はどうだ。みんな大丈夫。小さいのも潰れやがったぜ。
ケロが。こっちの状況はどうだ。撃ち込んでやる。してもお前を倒す。任せるぞ。今のは危なかったろ。叩き切って刃を消耗しなくても避けられたんじゃないの。間に合って。あれが俺のやり方だ。今のちゃんと討伐補佐に数えとけよ。たくましいね。覚えとけよ。この薄野郎が。俺にしちゃよくやった方だな。君のおかげで我々の将来にも光が見えそうだ。